続きまして九州レディースオープンファイナルですね。曽根京子プロと高木真希子プロの一戦ですね。これはアジアインポートマートのイベントホール特設会場らしいんですけども、ガラス越しで見ている方たちは、まあ、通りすがりの方だったりとか、ああこう、ね、一般開放っていう感じですね。ちっちゃいお子さんもね、感じですね。ソネプロもずっと安定してありますね、ガクタプロ。そうですね、スノーカースタイルですけど、ね、これビデオ通して見てたんですけど、はい、かなり映ってないですけどね、高木プロが痛恨のミスを何回かしてあるんですね。おそらく悔しい内容やったと思うんですけどね。川端プロは女子の試合なんか見張ることあるんですか？見ないですね一緒に試合してることがまずないでしょう。まれにしかないじゃないですか、はいはい、外国行った時とか台湾とか行った時はやっぱり女子も一緒にやってる時とかだから、はいはい、梶谷さんとかよく見ますけど、ね、はい、